はい。エ、e、さん、こんにちは。貨幣研究室、ファイナンシャルプランナーの伊藤良太です。今回はですね、まあ、いつもは最近発売されたコインを中心に動画を作っているわけなんですけども、今日はですね、えー、最近というか、もうすでに懐かしいなという部類に入っちゃうかもしれませんが、えー、2019年発行の銀貨、 こちらですね、実は掃除してたら出てきましたので、ちょっとお見せしながらお話をしたいなというふうに思っています。えー、ご存知の通り、昨今の、えー、モダンコインのブーム、このき付け役となったのは、えー、2019年に発行されました、えー、ウナとライオン、イギリスロイヤルミントのですね金貨、銀貨になるわけです。私実は いわゆる値段が一気に上がる前に買って持ってましてね。で、鑑定出してなかったので、出そうかなってちょっと思い立ちまして、鑑定出す前に、こちらね、えー、ちょっと1点実はまあ傷というか、えー、ここに線がありますから、多分六69になるんじゃないかなと思うんですけど、えー、こちらね、それ以外は完璧なんですけどね。 やっぱりね、久しぶりに見たんですけどね、非常に美しいデザインですね、これだけ美しいデザインっていうのは、やっぱりなかなかそうそうないなぁと思いながら、えー、他にもうなとライオン持ってますので、他のシリーズなんかと見比べてもね、やっぱり復刻版とはいえ、まあ、非常に美しいなぁというふうに感じております。こちら、2020年の8月でしたかね。 えー、海外のオークションで一気に値段が跳ね上がりまして、それがきっかけでモダンコインに火がついたというところはあると思うんですけども、こういったまあ人気のある銀貨、金貨っていうのをね、いかに探して買っておくかっていうのは、やっぱり資産保全という観点からも、おまあ、コイン楽しむという観点からもね、面白いいとは思いますこのウナとライオンの銀貨は、確か1年間で10倍ぐらいになったのかな、実質ね。 それぐらいいのの値段ががが跳ね上がったというのがありますもちろんこれから鑑定に出す場合はファーストリリースとかアーリーリリースとかそういったものはつきませんので通常の鑑定になるわけですけども、まあ、未鑑定に比べるとやっぱり鑑定でね69一番いいのはも,もちろん70ですけどもが出ればね値段は一気に跳ね上がるということもありますので、まあ、ちょっと久しぶりに見まして実は未鑑定のコインを ウナライオン他にも持っているんですけど、ちょっと1枚鑑定に出してみるかと思いまして、思い立ちましたので、動画にしました。またですね、今後もこうしたね、ちょっとまあ貴重といいますか、値段が上がっているような、そういった傾向にあるコインについて、持っている場合はですね、ご紹介したいと思っております。まあ、基本的にはイギリスのロイヤルミントのコインがやっぱり、 人気が高いかなというふうに思いますから、そちらから探していくのが楽しいんじゃないかなというふうに思います。それではですね、また次回いろんなコイン等についてアップしたいと思っておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。失礼します。